ちょうど宜野湾市のですねこちら、美術館、ここからですね普天間基地を見下ろすことができると言います。これは航空機ですかね、ヘリコプターですかね。ずっと絶えず音がしてますね。あれは海兵隊の皆さんから見て、沖縄の皆さんの選択とその安倍政権、日本の中央とずれていると、対立しているという状況についてはどのようにご覧になっているんでしょうか。We understand that Japan, like America, is a free society and a democratic society. And of course, when you have that really basic right and the privilege to be able to vote and to 海兵隊の皆さんは県外でもその軍事的な任務の能力を落とさないで済むのかどうか、県外でも任務は遂行可能かなのかどうかというところを少しお伺いしたいんですが。アメリカ海兵隊施設のゲート、今は鉄格子に覆われていますが、その奥ではちょうど新基地建設に向けた準備が進んでいる様子が見えます。ちょうど私の後ろがですね米軍の基地のゲートになるんですけども、そのゲートのすぐ目の前にご覧のようにテントがつながっています。今日は日曜日ということもあって少し人の数は少ないんですけれども、椅子がたくさん並んでますね。今まではこの頭から押し付けしないというようなことがありました。だけど今回の場合においてはもう全地が承認したから、これはもう地元のあれは沖縄県民の頭越しにですね、これはもう強硬的にやってきているというようなことでありますので、ですね、これについてはもう絶対に、これはガチならと、これ暴動起こってもおかしくないような状態が今来てますね。要するにオスプレイが落ちる、やっぱり基地反対っていうのはみんな当選するんです。国会議員になれるんです。市会議員にもなれるんです。政治家はそれだけ言っておけばなれるんですね。だから今度オスプレイが飛んでいます。落ちなかったもんですから、自分が落ちる以外にないんじゃないかなと、嘘ついたみたいな感じになるわけですよ。だから政治家ですがですよ、例えばあれですよね、なぜ反対してるの。全部やっぱり反対してれば自分が政治家になれるっていう部分なのか、お金持ってくればお金もあげたっていう形を言えばやっぱり自分たちはそういう時経済的実績になってるっていう、何かちょっとね本音がもう少し見えてこない。だからやっぱりお互いで話し合う必要があるんじゃないかと私は思うんです。沖縄の政治家をねもっと教育するような制度をぜひ作ってほしい。今の政治家に5年10年先預けるとね、一体大変なことになると思いますよ。かえって基地問題よりももっと大変になると思いますよ。どんなことが起きると思う。もう私物化してるでしょ今の沖縄のね会長、その気ありますよね。選挙の後援会長した人たちがどんどん上に行くわけでしょ。するとあった真面目に この候補者の政策聞いて投票した人は関係ないでしょ。先導運動してギャーギャー騒いだ人たちの方がいい仕事に就けるんだったらみんなやりますよ。沖縄はね復帰するまでね憲法を適用されてなかったわけですよ。憲法を適用されないというのはどういうことかと言いますとね、憲法には人間の基本的な権利とかね、それが全部謳われてるわけですよ。ですから人間が人間らしく生きていけないということなんで、沖縄は絶えず物扱いされて、日本本土の 国益の名において日本本土の利益をね達成するための手段にね物扱いされて、手段に供されてきて、政治的取引の具にされてきたわけですよね。
ですから怒りが満ち満ちているわけなんですね。ここはもう危ないです。ここででも手術をするわけですか。え、ここで手術をするんですか。この中ですよ。もうあっちまで行きましょう。大丈夫でしょう。5月の中旬頃からもう手術ができない。で、中に入ってる入院してる患者さんの治療さえできない。また痛む。そしたらもう痛いよ、傷が痛いよ、包帯交換しろと、もう本当泣き叫んでですね。であまりのその傷が悪化して、熱発から頭がおかしくなって、脳症と言ってましたけど、もう衣服切り脱ぎ捨てたりね、寝台から転げ落ちたりしてね、大変でした。うん。